高齢期の変化、あるいは老人ホームに入居した後の高齢者の方々のこの生活の変化をマズローの欲求5段階説から考えています。第1段階の欲求は生理的欲求ですよね。体の中で、あるいは生活の中で何かがこう不足していくことに対する変化ですよね。トイレに行きたい、食事をしたい、お風呂に入りたい、それから周りのこともなんか片付かなくてイライラする、片付けることができない、ここも生理的欲求として見たらですね、まずこの後片付けをですね、しっかりする、あるいはこれができなくなることによって生活が乱れていく、あるいは認知機能の低下によって周りのことが片付けることができなくなる、生理的欲求をしっかり満たすことができない、それを誰かにサポートしてもらいたいということが起きます。老人ホームに入ると、それは介護職員の人たちが整えてくれるので、生理的欲求は満たされて次に行きます。